2006年のナーダム祭りのアダムとは、モンゴル国において年に数回行われる国民行事である民族の祭典である、武府、競馬、旧社の3つの競技が行われる。ナーダムは、モンゴル各地で行われるが、最も大きいものが国家主催の国家、ナーダムと呼ばれるもので、毎年7月11日の革命記念日にちなんで、7月11日から13日の3日間に、 わたって、首都、ウランバートルの中央スタジアムで開催される。ただし、競馬は専用の競馬場で開催される。モンゴル民族としての一体感を共有する意味合いも、ある。2006年には、当時農林水産大臣だった中川昭一が、モンゴル国のエンフバヤル大統領と、両国農業関係大臣会談を行った際、モンゴル滞在中に、 国家ナーダムの開会式を観覧している。また、2007年には、皇太子時代の近城天皇が、モンゴル国訪問の際に、国家ナーダムの開会式に出席している。2010年、ユネスコの無形文化遺産に登録された。優秀な成績を残した選手には、K という黒以外の五色の帯犬で飾られた首飾りを身につけることができる。ユネスコにおけるなぁ。 ダムの紹介。2014年9月12日閲覧。ありがとうございます。